フランス第二共和制。フランス第二共和制。フランス第二共和制は、八百四十八年の二月革命から八百五十二年のナポレオン三世皇帝即位、第二帝政の成立までの期間のフランスの政体を指す。第二共和制の発足当初は、ブルジョワと社会主義者の協調が図られたが、実際の政策運営にあたって対立が先鋭化し、 6月放棄へと至った。これにより、保しかした、ブルジョア農民は、社会的安定を求めて、強力な指導者を求め、一方で新政府に失望した労働者も強力な、指導者による保護を求めた。こうした中、ナポレオン一世の意向を帯びた、ルイ・ナポレオン・ボナパルトが、各層の広範な支持を得て、権力を掌握し、1852年に皇帝に即位したことで、 第二共和制は崩壊した。本校は1848年のフランス革命の続きである。1848年2月革命により、ルイ・フィリップが亡命したことで、7月王政は終焉した。その後、共和派政治からマルティーヌが中心となって、王政の廃止が決定し、フランスは第二共和制へと移行した。フランス革命の経験者であったデポンドルールが、 主犯となって、ラマルティーヌなどの自由主義者だけでなく、ジャコバンハノや、ルイブランら社会主義者を含む11人によってが、樹立されると、臨時政府は生存権、労働権、団結権などの市民的権利を承認した。さらに、パリ民衆とルイブランの強い要求を踏まえて、国立作業場と労働者のためのの設立が定められた。また、が発せられたほか、言論の自由、 出版の自由が保障され、200以上の新聞が発刊されることになった。3月初旬、憲法制定国民議会の開催に向けて、選挙に関して21歳以上の成人男子選挙権に基づく法令が示された。が実施され、880人の議員によって議会が発足した。総選挙は恩憲共和派と保守派のが躍進を果たし、 社会主義者にとって極めて厳しい結果になった。そもそも地方には社会主義に共感を抱く層が少なかったことに加え、パリでもかつてのフランス革命のような急進的なジャコバン独裁への恐怖感があったことから、社会主義者は議会に進出することができなかった。また、そもそも全国で選挙を行い各地の総意に基づいて政治を運営するということが直接行動に訴えて、 革命の担い手となってきたパリ市民の位を相対的に低下させることになっていた。左翼陣営は自らの政治的主張を実現できないと考え、徐々に直接行動を激化させていった。そして審議会で国立作業場が閉鎖されたことを契機に、パリの労働者が大規模な武装放棄を起こした。これがいわゆる6月放棄である。4日間の流血戦を経て、 放棄は鎮圧され、政府側703名、労働者側3035名に及ぶ多数の死者を出した。この事件により、それまで共闘してきたブルジョアとプロレタリアーとの関係が決裂した。政府側を支持するブルジョアは、反政府的な労働者による社会主義革命を警戒するようになり、これまでのように革命の担い手にはならなくなった。むしろ、 社会の安穏を求めて保守化した政府を支持するようになるのである。こうして市民革命の時代は終焉へと向かった。6月放棄の鎮圧後、暫定的に政治を担ったのが軍人カベニャックであった。カベニャックは秩序の勝利を訴い、国内反動派の秩序党と王政各国政府からの世界的賞賛を浴びたが、同時に第二共和制の死を早める存在となった。 カベニャックが最初に取り組んだのは法規の鎮圧と容疑者、探しであった。6月26日、法規の原因を究明する調査委員会が発足し、オルレアンハノが委員長に就任した。委員会の目的は、ルイブランヤなど社会主義者を求断し、法規に関係していたとして、責任を追求するとともに、支持を失わせることが目的となった。議会は、 バロウの調査報告を受けて二人の社会主義者の問責を承認した。この時、ルドリュ・ロランはカベニャックと密約を結んで追及を交わした。言論の自由は否定され言論統制が進行。労働の権利が政府文書から消され、十時間労働制は廃止され、労働者の待遇改善など、先進的な社会政策が否定されるようになった。 放棄に関わったとされた労働者のアルジェリア流刑が進められた。社会主義者狩りが進行していた頃、アルボー名車が表舞台に登場しようとしていた。共和派軍人カベニャックが皮肉にも6月放棄の弾圧者となったことを喜び、この男は私のために道を吐いているのだと語った男、ルイ・ナポレオンである。1848年6月。 彼はブリテンに亡命中であったが、6月の北欠選挙で立候補して当選を果たした。ピエール・プルードン、アドルフ・ティエール、ビクトル・ユゴーもこの選挙で当選した。だが、ルイ・ナポレオンは外国政府や反動勢力からの資金援助と支持を受けて政治活動を図り、やがて共和制の敵になることが疑われたよう注意人物であった。議会では危険な亡命者が 議席につくことを承認するか否かで議論が紛糾した。ラマルティーヌは、共和国の中の一都都がいかに好奇ある名前を、装っていたとしても、我々はそのベールを引き裂き、その名前の背後に都ととうしか見ないのだと語った。しかし、母国政府での不信をよくわきまえていたルイ・ナポレオンは、懸命にも議席につくことを辞退するとともに、議会で共和国への忠誠を表明した。 議会多数を占めていた秩序党はルイ・ナポレオンに誠実さを感じ入り彼のフランスへの復帰を承認するとともにその政治的復権の道を開くことになったルイ・ナポレオンは一連の芝居によって議会内に同調勢力を作り出しその後の政治的基盤の形成に成功したのであるルイ・ナポレオンの権力への道に貢献した人物に保守派のがいたファルーは 共和派のカベニャックに民衆を弾圧させるという汚れ仕事をさせるべく陰謀を巡らせていた。歴史はファルーの思惑通りに展開、国立作業場を閉鎖して民衆の放棄を誘発してカベニャックがこの放棄を鎮圧、共和派は同志打ちを演じた。共和派を構成する自由主義者と社会主義者、ブルジョアとプロレタリアは反目し合う関係になり、相互不信が こう待っていった。弾圧者としての役割を果たしたカベニャックに、もはや利用価値は無った。ルイ・ナポレオンとファルーラの思惑は一致し、カベニャック下ろしのために共闘するようになる。1848年9月、再び補欠選挙が実施された。ルイ・ナポレオンは、圧倒的な支持で当選を果たした。この選挙ではすでに一議員の存在としてではなく、ポスト・カベニャックの有力候補へと成長しいた。 しかし、二十五日に、いざ議席についてみると、議会でのルイ・ナポレオンは、長い亡命生活のゆえにフランス語の発音が下手で、演説力に著しく書き、政治家としての資質を備えているとはおよそえない、七光議員であった。保守派にとっても扱いやすい見こしとみなされていた。アドルフ・ティエールは、ルイ・ナポレオンについて、ただの馬鹿と一言で評した。オルレアン派のレミューザは、 鉛色の長い顔に鈍重な表情、ボアルネケ特有のだらしない口元をしている。顔が体に比べて長すぎるし、どうも足に比べて長すぎる。動作が鈍く、鼻にかかった声でよく聞こえず、話し方も単調だ。要するに、外見からすると非常に感じが悪いと評した。この間に、憲法制定議会は、一労働権に一院制。 三大統領選挙方法、四大統領選挙期日をめぐって、討議を展開した。革命の初期には、熱烈に支持された、労働権は、無双化の干渉だとか、職を持たない労働者に四十数、ニフランの日当を、やるための結構な発明品だとか揶揄された。結局、労働と産業の自由が明記されることとなり、労働権は、憲法から削除されることになった。 続いて一員制に関して、バローは、会員の独創を防ぐために、第二院員を設置することを求めたが、同時に執行府の独裁を阻止するために、強力な一員制を設置することが決定。議会に対して、三次委員が設置され、立法審査のためのチェック機構となることが決した。大統領については、独裁者の登場が危惧され、国民投票ではなく、議会による指名という方式も検討された。 しかし、ラマルティーヌは大統領選に復権の機会を願っており、いくらかは神の意志に残されるべきだと訴えて国民投票を強く支持した。大統領は国民投票によって直接選出することが決定され、大統領選挙は12月10日に実施することが定められた。議会は憲法の草案を完成させ、11月4日に 議会で賛成796票、反対30票で採択され、12日に交付される、異なった。この時、会憲令下での憲法制定は違法であるとして、極右と極左が共に反対票を投じた。極左の代表者であった、プルードンやピエールルルーは労働権の削除に反対して抗議した。11月4日に憲法が採択され、第二共和制の正体が決められた。 アメリカ合衆国の政治形態がモデルとなっており、議会、立法府と大統領、行政府は対等の関係であり、大統領は国民議会から独立して、首相と閣僚を任命する権限を持つが、代わりに議会解散権は許さなかった。そのため大統領と議会が対立した場合には、行政と立法官のねじれの解消は困難であった。大統領、 国会議員共に成人男子による直接選挙で選出されるが、大統領選挙は有効投票数の過半数かつ最低200万票の得票が必要とされ、条件を満たした候補がいない場合には上位者5名の中か国民議会が決めるという制度になっていた。また、大統領の任期は4年であり、連続再選はできなかった。憲法からは長期政権を維持して、 政治の持続的な舵取りが不可能な規定になっていた。こうした矛盾が後に致命的な落とし穴となっていく。11月12日、カベニャックは憲法制定を祝してコンコルド広場で祭典を催したが、当日は早くも雪が降りしきり、軍と政府の交換並びに被災の列席があったものの一般民衆はこれに参加しなかった。祭典は軍と宗教によって、 財産家の秩序が勝利したという点を強調するものとなった。民衆が採点に参加しなかったのは天候だけが理由ではない。民衆は王政に対して立ち上がったものの、その後に革命の成果と恩恵に十分に良くすることができなかった。最大の理由は政府による弾圧を受けるに至った6月放棄の傷が癒えていなかったため出る。このような国民感情の悪化は、 大統領選挙に影響を及ぼした。第二共和国憲法に従って、大統領選挙が12月10日に行われることとなった。二は、カベニャック将軍、ラマルティーヌ将軍、そしてルイナポレオンが出馬した。大統領選は、有権者となってい久しい全国各地の民衆票を獲得することに主眼が置かれ、政策論争ではなく候補者間の中小合戦で終始していった。 その結果、ルイ・ナポレオンが、ナポレオン一世の老いという出自を生かして、各層の幅広い支持を得、543万票、得票率74.2%を獲得して、圧勝した。2位がカベニャックで144万票、得票率19.8%を獲得。3ミルドイイ・コール・ロランが37万票、得票率5%、4位ラスパーユが3万6000票、 得票率0.5%、5位ラマルティーヌが17000票、得票率0.2%、6位シャンガルニエが4700票、得票率0.06%という結果であった。カベニャックは、ダイブルジョアと主要メディアの支持を獲得し、議会共和派の全面的な信任を受けて、立候補したが、共和派を結集することができず惨敗した。また、共和派の指導者、 ルドリューイコール・ロランとラマルティーヌは共に2月革命と、その後の第二共和制の立役者であったが両者は、新憲法を支持して、曖昧な態度を取ったため決断力と指導力に、かけるとミラ、また、カベニャックと同様、6月放棄での労働者への弾圧に対する、憲悪官から投票は忌避され、労働者の評はで逮捕され、極中立候補していたラスパーユに流出した。共和派は、 候補者の絞り込みもできず票が分散して、民衆の支持も得られず敗北したのである。一方、ルイ・ナポレオンは、秩序、宗教、家族、財産の擁護を全面に出し、戦争と訂正の復活への警戒感を和らげながら、選挙戦を戦い、共和派の躍進と革命への続行を警戒する、保守派と地方の農民層の持ちを得た。また、 ロシアなどの反動国家や主要な銀行から資金援助を受けて豊富な選挙資金を確保し、シャンソンを作ったりビラを撒いたり口コミを活かした地道な広報戦略を駆使した。彼はラマルティーヌのような優柔不断なイメージ、カベニャックのような弾圧者のイメージもなく、ナポレオンの名を利用して人々の期待感を煽って多くの民衆の支持を得た。芝叩く間に、 大末候補者から有力候補者へと駆け上がり、大統領選の当選者になったのである。1848年12月22日、ルイ・ナポレオンは、立法議会で宣誓して、新大統領に就任した。彼は、皇太子イコール大統領、プランスイコールプレジダトと呼ばれた。しかし、新政権発足は、孤立無援からのスタートとなった。大統領に就任して、 首相を指名し、組閣を命じなければならなかったが、議会の調整役となり、政策を実行する役目を果たせる人物に当てがなったのである。本来、こうした役割を、ルイ・ナポレオンの大統領選を支えた、新聞王といった人物が引き受けるべきであったが、ジラルダンは、求心的な改革派で議会の調整役に不適格な人物であり、大統領の手足となり得る存在ではなかった。 議会調整役としては、革命前に政権を掌握していたオルレアン派が有望であったが、ルイ・ナポレオンは、旧体制を支えていた派閥との妥協に消極的であった。しかし、背に腹を変えられないルイ・ナポレオンは、アドルフ・ティエールに相談を持ちかけた。ティエールは、政権運営の難航を予想して、首相就任の任を引き受けなかったが、代打として、同僚のオディオン・バローを推薦した。 バローは、区物として利用することができるが、三詩文主義を信奉していたルイ・ナポレオンが提示する、社会改革を政策として具体化させ、貧困との戦いを通じて、民衆を救うという政治構想を実現できる人物ではなかった。そのため、ルイ・ナポレオンは、共和派のラマルティーヌに首相を引き受けてもらおうと散歩の道すがらで接触を見、首相就任を引き受けてほしいと申し出た。 ラマルティーヌは引退を決め込んでいたためこの申し出を拒絶し、バローを推薦しながら彼が拒否したら自分が引き受けると返答した。各派が首相指名を拒否して消去法的にバローが新首相に浮上し、バローも大統領の申し出を受諾して、組閣に着手することになった。アンノは閣僚ポストをルレアン派などを党派で固めた。したがってルイナポレオンは 1844年で国立の集団農場を設置して入植者を未開拓地に派遣し農業増産によって食料価格の投機に対処する政策案を提示していたのだがそこで描いた政策の立案も遂行も思うように進められず何もできのままに時を浪費することとなった彼は忍耐しながらもや女優のラシェル・フェリックス シャセリオーのモデルで愛人だったとの関係を楽しみつつ、機会が訪れるのを待った。政権発足から半年が過ぎた1849年が実施される。この時の総選挙では保守派の秩序党が大小、705議席中450議席を制して第一党に躍進した。また、ルドリュロランダ率いるは180議席へと議席を増やすことに成功した。しかし、 カベニャックヒキールは75議席へと転落した。山岳党が議席を伸長させたことは、秩序党にとっては勝利を打ち消すほどの苦々しいものであった。1848年革命の震源地イタリアでは、革命派の力はまだ温存されていた。オーストリア帝国により、国土の北半分を占領支配されていたイタリアでは、ナショナリズムの機運によって、 統一運動が盛んなっていた。ローマでは、教皇ピウス九世の信頼の厚い、ローマ暫定政府主犯が暗殺されて暴動が起こり、教皇自らも市民軍によって軟禁される。1848年11月24日、教皇はローマを放棄して、ガエータに逃亡していい。1849年2月9日、ジュゼッペ・マッツィーニを中心としたローマ共和国が、 成立した。ルイ・ナポレオンは大統領選で勝利するためにカトリック勢力の支持を得ようと考え、教皇のローマ機関を支援する約束をしていた。4月に入るとルイ・ナポレオンはオーストリアの南下を阻むためにイタリア派兵を決定した。5月の初め、フランス軍がローマに到着し、市内に入場しようとした際、ローマ共和国軍の激しい抵抗にあって、 撃退されるという事件が起こる。ルイ・ナポレオンは、ローマに侵軍して、ローマ共和国を崩壊させるべく増援を決定した。しかし、共和派新聞は、出兵による外国革命への干渉を禁じた第二、共和国憲法の条文を理由に、政権批判を加えた。山岳党は、イタリア問題を政治の焦点として、定め選挙戦を展開し、 議席を伸ばすことに成功した。6月に入ると再び、ローマ攻撃のニュースが入り、これを機に、ルドリュ・ロランは民衆にを呼びかけ、8000人の群衆が、シャトウドウの広場に参集した。は、事態に狼狽したが、これを好奇と見たルイ・ナポレオンは、左派勢力の一層を図るべく戒厳令を発し、シャンガルニエ将軍と共に、デモ隊鎮圧のために、騎兵隊を派遣して、群衆を一掃した。 ルドリュロランをはじめ山岳党の議員たちは拠点とした工業技術学院に立てこもって抵抗したが、ルドリュロランはベルギーに逃亡し、逃げ遅れた三十名の議員が逮捕された。ルイ・ナポレオンは山岳党の放棄を機に秩序党からクーデターを起こして、共和派を一掃するように圧力をかけられた。しかし、ルイ・ナポレオンは復讐のビクトールド・ペルシニーを伴って、 全国遊説に赴き、秩序党の陰謀を世間に公表して、共和制を守るべきだと訴えた。彼は、秩序党の手先になるほど愚かではなく、左の革命と右のクーデターを拒否して、政治の混乱に疲れた国民の信頼を獲得し、左右両派の対立を利用して、自身の支持率向上の道具としたのである。また、復権したピウス旧世が反動政治を強化しつつあることを知り、 フランスは、イタリアの自由を圧殺するために軍隊を派遣した、わけではないとして、これをいめる書簡を送った。これは、秩序党の反感を煽るものとなり、大統領と秩序党の決別のきっかけとなった。まもなく、第二次オディオン・バロー内閣は大臣、ルイ・ナポレオン自身が新内閣の主犯となって、組閣を行う。ルイ・ナポレオンの政治は、国内では、秩序、権威、宗教、 そして民衆の福祉、国外では国家の威信を柱としたが、その政治は反動的なものであった。オルレアン派と恩恵共和派の連立であったバロー内閣を退陣させる一方、議会内の勢力均衡の観点からブルボン王朝派の閣僚、ファルー公爵との協調を重視し、彼が提出した教育改革法案通貨を支援した。と呼ばれるこの法律により、 中高等教育の私学の認可とカトリック教会を支持する宗教教育が導入され、共和派の教員のパージが行われた。こうした反動政策への反発から1850年3月の補欠選挙では30議席の改選議席の20議席を山学党が占め、議席数を増やした。しかし、秩序党はこの敗北に、 危機感を感じ、左派の封じ込めを図ろうと巻き返しを始めた。成人男子選挙権を骨抜きにするために、選挙法を改正しようと試みた。左翼支持の都市部の求人的労働者から選挙権を取り上げるべく、居住資格を半年から3年に延長した。その結果、1000万人の都市労働者のうち、300万人が有権者資格を失うこととなった。 特にパリでの影響は大きく、有権者の62%が選挙権を剥奪されたと言われている。新選挙法は大統領選挙での議会の権限の強化も意味した。大統領選挙の有効得票数を200万票以上に規定されていたため、もし有効数に達しなかった場合には、議会が上位3位から指名できた。山岳党は、 議会で反対の論人を張ったが無謀な放棄を避けた。1850年5月31日、新選挙法が議会を賛成多数で通過し、これにより議会は大統領指名の機会も高めた。同年6月9日、集会と結社の自由が禁止され、7月11日には新出版法により検閲が復活した。一方、ルイ・ナポレオンは新選挙法に 反対の意思を表明したものの、成人男子選挙権の否定につながる政局に傍観を決め込んだ。彼は、秩序党に反動の責任を押し付け、時が到来したら民衆の権利の擁護者として、秩序党を処断するつもりでいた。秩序党は、ルイ・ナポレオンの排除のために、あらゆる工作を試みた。その一つが、ルイ・ナポレオンの俸給問題であった。 ルイナポレオンは支持者の支援を得るため、自身の宝級とハリエッタ・ハワードからの借金によって資金を調達して、全国遊説に勧告を叫ぶ支持者部隊を動員しており、軍の兵士たちにご馳走を振る舞ったり有力者に贈賄を繰り返す賄賂性に頼っていた。議会は大統領に不信感を抱いていたため宝級の支給を拒絶していたが、 クーデターへの懸念から選挙法改正の協力に対する謝礼として、臨時報二260万フランを支給することを決定す。ルイ・ナポレオンの最大の障害物は、パリ軍事総督シャンガルニエ将軍であった。ルイ・ナポレオンはシャンガルニエ将軍が秩序党と結託して、クーデターを計画していることを察知、1851年1月3日、先手を打って将軍を降鉄した。 議会によるクーデターは阻止され、今度はルイ・ナポレオンがクーデターを試みる番となる。しかし、ルイ・ナポレオンは議会との平和共存のために大統領の再選禁止を規定する憲法第45条の修正を提案した。議会内でも大統領によるクーデターを回避する必要性が認識され、憲法改正の議論が積極的に交わされる。 アレクシスド・トクビルも将来の政変の可能性を予測して憲法改正を支持したが7月19日6日をかけた議論の末に憲法改正案は賛成446票対反対27票で改正規定の3分の2に届かずに廃案となってしまう。かくしてルイ・ナポレオンのクーデターは不可避となり時期を待つのみとなったルイ・ナポレオン大統領は 選挙資格政権法の撤回を求めたが、提案を議会から拒絶されて、ついにクーデターを決意する。1851年12月2日、警視総監、モーバ、陸軍大臣、内務大臣、シャルル・ド・モルニー、副審、ペルシニー、パリ総司令官の主導のもとに起こし、国民議会を解散してオルレアン派のアドルフ・ティエリア、王党派のベリエ、 共和派のカベニャック将軍やシャンガルネ将軍が逮捕され、議会メンバーが次々と拘束された。翌12月3日、民衆派議員はバリケード上で共和制の防衛のために立ち上がるよう民衆を鼓舞したが銃撃を受けて死を遂げた。クーデターは抵抗を次々と排除して着々と進められ、成功を収めた。12月20日の国民投票の結果、 成人男子選挙の復活と憲法改正を提示した大統領提案が可決され、クーデターは合法化された。1852年11月22日、国民投票でルイ・ナポレオンの皇帝即位が可決された。同年12月2日、皇帝ナポレオン三世として即位し、第二帝政の始まりとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。